안녕하세요. 일본에서 사는 사람입니다. 여러분 잠깐만요. 갑자기 남자 두 명 있다고 너무 미워하지 마시고요. 여기는 지금 일본 포스텍 주식회사라는 회사의 사장님을 모셔왔습니다. 저의 클라이언트님이신데요. 오늘 회식하러 가기 전에 술 먹으러 가기 전에 오늘 간단한 질문 하려고 지금 하는데 어떤 질문을 할 거냐면요. 일본에서 유학하시는 분들도 많은 걸로 알고 있고 그리고 외국 이렇게 회사에 입사하시는 분들 그리고 일본에서 취업 또는 취업 고민을 하시는 분들을 위해서 한번 여러 가지 질문을 해볼까 합니다. 네, 먼저 아래ですよね. 데모 사초가 오모우 고이타 외국인와 사용したいという層がありますか? 基本的には僕はあんまりまず年齢性別国籍は一切気にしてないです。いい社長ですね。 だからうちの会社の役員は一人中国出身の、さっきちょっと声が聞こえたんですけど、中国出身の CTO います。今までにも多分採用したことがある国籍の人で言ったらもう数え切れないぐらい多分あるんで、僕はまあ基本的に年齢性別国籍っていうのは一切気にしませんっていうのをよく面接でも言います。結構私最初日本に来て新卒就活するときにたまに言われたのが、もうちょっとで30ですねと、日本語大丈夫ですかみたいな結構言われたそういうのがあって、ちょっとリスクはあるじゃないですか、コミュニケーション能力とか文化にもし慣れてない場合は、そこよりその他のいい面を見るっていうことですよね社長。そうですね。だから戦略上やっぱり必要だなって思うとか、自分が考えてるその中長期的な戦略の中で、こういう人って絶対必要だなって。例えば今はすごく韓国のスタートアップのコスメメーカーとかといろいろやり取りをしてるんですけども、日本にね、商品を持ってきて日本の量販店に販売するっていうことをやってるんですけど、例えばそれをもっとこう 生の情報とかリアルな情報を肌感として持ってるような人、これってやっぱりその文化の違いもあるんで、なかなか韓国のコスメ大好きっていう日本人のことはやっぱ感覚が全然違うんですよね。そうです。確かにそうですね。だからそういう意味では、そういうのが強い人がいたらまずきっかけとしてはそこからがいいかなと。そうですね。ちゃんとこの接点がある事業もあるんですよね。そうですね。今後韓国のマーケット でやっぱり展開もしたいなと思いますし、逆に韓国のそのメーカーものづくりの人たちともっともっといろいろやっていきたいなと思うんで、そういう意味では戦略上必要な人なので、そういう人来たらいいなって僕は思います。取引先があってからの私のその今回動画制作が来たかもしれない。ありがとうございます。いやでも動画制作に関して言うと僕は 結構YouTubeとかでいろいろいろなそのクリエイター、動画クリエイターとかデザイナーとかいろいろこう見ていく中で、韓国の動画クリエイターの人って確かにレベル高いなって思ったんですよ。なんか向こうにいろいろそうですね。ね、多分それって裾野が大きいんで、すごく、いいものも悪いものも含めてたくさんこう競争があるから、そうですよね、確かに。やっぱりいいもの作るなって、すごく思って、だから、最初にご紹介を受けた時に、 すごいいいなと思って。元今度元いいもの作らないと、得意な人に得意なことを任せるっていうのが基本的なところで、あと将来どうなりたいですかよく聞かれますそれっていうのはよく聞きますね。でもそれは正解がないんですありますか、なんか聞く人に正解がありますかね。僕は例えばですよ、面接で将来は社長になりたいんですとか、将来新しい事業をいずれやりたいですみたいな人が 来ると、どうしても興味を示してしまいます。どうしてどうしてっていうふうになっちゃいますね。だからなんかこう野望が大きい人、野望ですね、が大きい人っていうのはすごく惹かれるんで、そういう意味でまあどういうふうになりたいですかって、こういう今やってるものがあれからここの野望がありますは関係ないですか。まあそこまでちゃんとできてる人はすごいなと思いますけど、でも漠然でもいいのかなと思うんですよね僕は。なんとなく あとなんか日本で就職したい人に、その、こうやればもし、思う通りに行くかもしれないですよっていうのがもしあれば何でもいいですけど、すごく気持ちを持ってきてると思うんですよね。普通に自分の母国で就職するのとはもう全然レベルが違うと思うんですよ。覚悟ありますね。飛行機乗ってきると。そうですよね。その覚悟がなんでそういうふうにさせたのかっていうところをやっぱり、まず伝え
るべきかなと。ああ、そうですよね。私、伝えてなかったと思います。結構落ちました。社長ってどういうプライベートですか？これやっぱり生活はどういう。僕ね、44歳になるんですよ。はい、若いですけどね。44歳になると、はい、だんだんと家に行って、はい、オリーブの木と、はい、とバランの鉢植えとか、はい、そういうのこう、剪定したりとか。本当ですか？それ栽培ではないですよね。栽培じゃないです。販売用ではないです。はい私はたまに思うんですよ、はい、私がもし社長になったら飲み方が変わるのかなとか面白い質問です。昔はだから歌舞伎町とか、はい、六本木とかで飲むことが多かったのは、ね、まあだんだん銀座になってくるんですよね。不思議と落ち着いた場所に行くんですね。なんでおっさんたちは銀座で飲むんだろうと思って。やっぱリーガーがあるんですよね、うん、なんか最近すごいよく分かって。あ、そうですね。何ですか？楽なんですよ。お店も飲む雰囲気も全部ですか？楽というか気使わないというか。後ろにいろいろあるんですけど、はいはい、もしなんか面白い靴があれば一つ。今すごい売れてるのがこの時計らしいんですよ。僕もちょっとね、実はあまり現場詳しくないですけど。そうですね。この大きいデジタルの時計が今日本のロフトとか。あ、ロフトに飾ってるんですね。とかちっちゃいやつね、ずっとやってたんですけど、はい、これの大きい版を出したらめちゃくちゃ今売れてるみたい。私も今彼女の家に引っ越そうとしてる状況でして、あの彼女の家が時計がないんですよ。これだと真っ白で彼女の好みにも合いそうですよね。いや、いいと思いますよ。これね、本当にね、いいです。あの、見やすいです。おじいちゃん、おばあちゃんにもおすすめです。あ、本当ですか？ありがとうございます。あと、この次は何人で飲みに行くんですか？もう一人、もともとパクさんのね、はい、あの知り合いだった。あ、本当ですか？誰ですか？上原くん。あ、はい、上原さんですね、はい、恩人です。飲みに行きましょう。はい。こぎまぐろ、わっそやん。こぎ焼肉食べに来ました。ペクチュー、上原さんです。ペクチュー、こちら山本さんです。山本です。うわ、めっちゃ大きい。これ美味しいですね。この大きさ初めて見ました。これが白ホルモン。カリフワ白ホルモン。これが白ホルモンですね。うわ、これ美味しそう。あ、違う、あの韓国行った時この前行った時めっちゃ見つけてあれ、うわ、あ、柔らかいですね。柔らかい。ハツとタンですね。すごい。綺麗ですね。ありがとうございます。レーベル抜けなかった。わあ、本当に美味しいですね。うわ、本当ですね。カオスつけますから。いただきます。今度食べたいですね。いや、ちょっと良すぎっすよ。